チャンスは続く青森山田、こぼれたところ安西、今大会4得点の安西がドリブルで仕掛けますが、素早いディフェンスを見せたのは山梨学院。久保が自慢のフィジカルで相手をなぎ倒していく。ああここは浦和レッズ内定の5番藤原を相手にフィジカルで勝ちました。20番の久保颯輝です。非常に今ね体の当て方使い方ですよね、はい、相手から遠ざけるような形でブロックをしてしっかりとボールキープするね。この辺やっぱ久保君の特徴が出ましたね。そうですね、前線で攻めを作ることを意識してプレーをしたい、そして藤原を相手に自分の力を証明したい、そんな話をしていました。